はい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 。絶対取らなあかんって。ほんまに。絶対勝たなあかんのよ。ああ、特に下位のチームにはね。本当に。もう救いなのはね、広島が今日負けてくれたことだけやね。ほんまに。てかもう、サムネイルにも書いたけど、交代遅すぎやって。なんでなん?てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりましたジャイアンツ対ドラゴンズの試合解説の方をやっていきたいなというふうに思ってます。はい、はい、ジャイアンツ負けました。はい、もうね、まあ絶対勝たないといけないんですよね、この時期になってね。優勝するんだったらね、絶対勝たないといけないんですよ。で、まあ西田投手ね、まあ今季初先発というか、まあそのプロ初登板というところでね、まあいろいろありましたけども、まあ球自体は球速も出てたし、まあ出力は出てたなという感じはあるんですけど、まあやはりまあフォークボールかな、フォークボールというところをちょっとこう、まあ後で解説しますけどもね、岡林選手に打たれてちょっと自分のペースも狂ったかなっていう感じはあったんで、そういったところで、まあそのカーブを使いながらであったりとか、カットボール使いながらっていうところをやってったんだけども、まあやっぱりこうね、昨日から中日打線が非常に調子いいというところで、まあね、まあ打たれてしまいまして、まあ負けたというような形になってるんちゃうかなって思いますし、まあ攻撃陣でもですね、まあ初回の2点以外はまあ取れてないというところなんで、まあ、そら勝てないよねっていうところはありましたと。はい、じゃあね、今日の動画の構成としては、まず得点シーン振り返っていきまして、で、スタメンの変更点見ていきまして、僕が気になったところを、まあ、配球チャートも見ながら見ていく。この3本でやらさせてください。はい、じゃあですね、僕の胸あたりにですね、得点ボード、画像を出しながらね、ちょっと一緒に、で、得点シーン振り返っていきたいと思います。はい、まず今日はですね、8対2という、試合でした。はい、ジャイアンツ負けました。まあ、ドラゴンズね、非常に投打で、すごく投打が噛み合ってたというかね、非常に、ドラゴンズからすると素晴らしい試合だったんじゃないかなというふうに思います。はい。でですね、まあ、得点シーン振り返っていきますと、まず1回表に、ツーアウト満塁から宇佐美選手が、まあ、ライト前ヒット。まあ、これもカットボールだったと思うんですけど、まあ、ちょっとね、抜けて、まあ、真ん中、まあ、やや外ぐらいに入ってったっていう感じですね。で、1回裏、これ、すぐ点取り返せたのは良かったですよね。ノーアウト1、2塁から、まあ、モンテス選手の、まあ、レフト前ヒット。まあ、これも3連打になるんですね、この回ね。で、ワンアウト1、3塁から、大城さんの、まあ、犠牲フライというところで2点。まあ、すぐ同点できたのはすごく良かったですね。はい。で、4回表なんですけど、ノーアウト2、3塁から田中選手のショートゴロ。まあ、これ、内野手が後ろ下がってたんで、まあ、1点 OK だよというところでね。しっかり1点に抑えられたっていうのは良かったし、その後の、まあ後で解説しますけど、まあ門脇選手の、すごくいいプレーがあったんですよ。2点目をね、その、この、やっぱり4回の2点目を防ぐようなプレーがあったんですけど、それがね、非常にいいプレーだったんですけど、まあね、僕的には、この、まあ2対2になって、まあ2点取られて、2点取り返して、で、1点取られてっていう、このね、状況なんで、まあもうここで、まあね、悪いけど、西田投手はまあ交代かなっていう感じの流れではあったと思うんですよ。僕の野球観というか、僕の感覚からしたら、もうそろそろ交代かなっていうところはあったんですね。うん。なんですけど、まあ続投すると、そのまま行くというところで、5回表、ワンアウト2、3塁から、まあ石川選手に犠牲フライ打たれて、まあその、4対2になると。うん。で、3対2、まあ後で言うんですけど、3対2なのと4対2ってめちゃくちゃでかくて、なんでかっていうと、まあ中日ってやっぱり今までねずっと試合やってきてますけど、リリーフがめちゃくちゃいいじゃないですか。だからできるだけ離されたくないというかね、だから僕は3対2になった時点でもう交代だろうなって思ったんですけど、まあそれでもね5回まで行くと、これはちょっとね遅かったんちゃうかなって僕ははっきり思いますね。はい。で、7回表で、まあ、その、ワンアウト3塁から細川選手のライト前、2アウト2塁から宇佐美選手、宇佐美さんの、まあ、ホームランというところで3点取られて、もうここでもう試合はもう完璧決まってますよね。で、8回表にも、ワンアウト1、3塁から岡林選手にライト前ヒット打たれて、まあ、最後8対2というふうな感じでね、負けておりますと。はい。
じゃあですね、ここからスタメンの変更で見ていきたいと思います。この辺にね、僕の顔のあたりにスタメンの表を出しまして、2チームのね、スタメンの変更で見ていきたいと思います。はい、まずホーム側からの、ホーム側のジャイアンツからいきます。昨日22日、VS 広島戦からの変更点になりますと。はい、昨日ファーストだったんですけども、岡本選手ね、今日はサードに入っております。はい、で大城選手が今日ファースト、この間キャッチャーだったんですけど今日ファーストで、坂本選手が今日出てなくて、門脇選手が今日は8番に入っております。この間7番でした。で浅野選手が8番だったんですけども今日は6番というところでだいぶ昇格しておりますと。でピッチャー戸郷投手だったんですけども今日は西田投手というところで、まあ早めに援護点が欲しいというかね、早くペースを掴んでね、まあプロ初先発なんで早くペースを掴んで、はい、まあできるだけ早く援護点を上げてほしいなとは思っておりました。はい、でドラゴンズ見ていきましょうか。ドラゴンズの昨日は22日 VS DeNA 戦、9対8で勝ってるんですね。はい、で変更でなかったんですよね。1個も変更でなくてピッチャーだけですね。松葉投手だったんですけども今日は福谷投手というところで、まあ昨日あの打線がねすごく、まあ9点取ってるんでね、まあ好調というところで、まあスタメンを変えなかったのかなとも思いますし、まあね、あまり、僕は中日ってあんまりこう打ってるイメージはないんですけども、やはり、昨日の試合でねそんだけ打ってるんで、すごく気をつけないといけないというかね、西大投手にはちょっとね、なんて言うんだろう、あまり良くない、流れが来てるというかね、打線が相手の打線が良かったりしたらやっぱりいい投球しても打たれる可能性というのはあるので、少しちょっとね、なんて言うんだろう不安はありましたね、僕見る前はね。はい、はい、じゃあですね、ここからですね、僕が気になったところであったりとか、ここプロの技でしたねとか、ここがこういう風に考えてましたねとかいうところをできるだけ分かりやすくね、面白く伝えていきたいと思うんで、ここから見てください皆さん、分かりました？ここから見てくださいね。はい、まず1回表ワンアウトから岡林選手にライト前ヒット打たれたんですけど、これちょっと配球チャートいきなり見ていきたいと思います。はい、これいきなり配球チャート、はい、これ初めてだと思うんですけど、あのね、まあプロ初先発って何回も言ってるじゃないですか。で、先頭の福永選手を空振り三振取ったんですね。で、めちゃくちゃ球速かったんですよ。ストレート全部150オーバーかなっていうところがあって、あ、飛ばしてんなっていう感じはあったんですよ。あ、今日いいかもしれんなって思ったんですね。1番バッター三振取ってね。で、2番のこの岡林選手なんですけど、これ結果ね、ライト前ヒット打たれるんですよ。なんですけど、初球ストレート152キロ、2球目ストレート151キロで追い込むんですよ、2ストライクで。で最後フォークボール行くんですよね。でそれでこれね、映像見た方分かると思うんですけど、これね完璧にボール球なんですよ。でそれを岡林選手がまあそのヒット打つんですけど、これでちょっとペース狂ったんちゃうかなと思ってて、まあ1番ねいい感じでアウト取って、2番も多分これいい感じで三振取れたら今日また違った流れになってたと思うんですけど、これを岡林選手がねヒット打つんですけど、まあ結局今日4安打してるんですよ。で僕この1打席目のヒット一番エグいと思ってて、うん、普通だったら空振りするよって、うん、まあ良くてもファールやろなっていう感じはあるんですけど、これでこの球をね、このいいところに落としたフォークボールを打たれたことで、ちょっと西田投手の中で、あ、やばいって思ったんちゃうかなと思いました。はい、だからこういうヒットが、まあ、ピッチャーの精神状況というか、まあ、その気持ちまでもね、打ち崩すというか、壊すっていうところはあるんちゃうかなと思います。で、ワンアウト一塁から川越選手、セカンドゴロ、これ、ランエンドヒットかけておりまして、ランナー二塁で。で、ツーアウト二塁から細川選手、フォアボールで、石川選手にも粘られて、フォアボールし、出すと 2連続フォアボールね。まあここもまあ細川選手のフォアボールはちょっと痛かったなって感じはしますね。まあその一塁空いてるとかいろいろありますけど、まあツーアウトなんでもうね勝負ね、あるもうどっちかでアウト取らないといけないんでね、どっちにしろね、うん、だから2連続フォアボールはちょっといただけないなって感じはありました。でツーアウト満塁から宇佐美選手にこれライト前ヒットですよね。これもまあそのちょっと抜けたスライダーカットボールかなっていうところの、まあうまく打たれたんですけど、でも結局まあその元気をたどるとまあそのフォアボール2つだし、まあ結局この岡林選手のヒットに尽きるんちゃうかなって僕思うんですね。はい、で1回ぐらいねこれジャイアンツ早く取れたのは良かったですね。これ
丸、吉川連続ヒット。で、モンテスのタイムリー。これ3連打続いたんですね。で、ノーアウト1、3塁で岡本選手のライトフライ。まあ、ツーシーム3球インサイド行かれて、まあ、ここで犠牲フライ、最低でも犠牲フライ打っとけば、まあ、すごく良かったんだけど、まあまあまあ、なあ、ちょっと浅いフライだったなっていうところで、まあ、ランナー動けずっていうところですね。で、ワンアウト1、3塁から大城選手が、まあ、犠牲フライ。まあ、これをしっかりカバーできたのは良かったなと思いますと。うん。それが良かったですね。で、浅野選手も次、ピッチャー強襲のヒット。まあ、浅野選手非常にいい活躍してますよね。はい。で、次2回ぐらい行きます。はい。これ先頭、門脇選手がレフト前ヒットで出たんですけど、その、ノアで1塁で西田選手がバントを失敗してゲッツー取られるんですよ。これちょっと痛かったなと思います。しっかりね、やっぱりね、ピッチャーね、打力がね、まあ、低いのは仕方ないから、バットとかで、そういったところは、やっぱりこう、ね、しっかりやっていかないといけないし、ましてや自分が投げてる試合なんで、うん、これで雰囲気を、流れとかね、変えてしまうんで、そこはね、まあ、日大投手にしっかり練習してほしいなと思います。はい。で、それで次4回もできます。これも結局、まあ、これね、点取られる回なんですけど、これも結局フォアボール絡みなんですね。昨日のケラーとかもありましたけども、これも結局フォアボール。これ、先頭の宇佐美選手をフォアボール出して、で、ノーで中2から村松選手、これライト線2塁で打たれるんですけど、これも結局2ボール、ストレートボール、ストレートボールになって、2ボールにして、で、ストレートもう1球いって打たれるんで、結局、今日の西大投手って、まあそのね、球の威力とか、まあ、コントロールの精度も、まあ、多少甘いけども、でも何が悪かったって、やっぱカウントを有利に進めていけなかったっていうところが結構大きいんちゃうかなと思ってて。まあこれも二塁で打たれてランナー二三塁になりますよね。で、ノーアウト二三塁で田中選手これショートゴロ。これで、まあ内野手は後ろに下がってるというか定位置だったんで、まあこれ点入りますと。うん。まあこれは別にね、チームの、作戦というかね、サインなんでいいと思うんですよね。で、ワンアウト三塁からこれ福谷選手もショートゴロ打ったんですけど、この時は前進守備してたんですね。で、それで、門脇選手が、まあ、ジャンピングスローみたいな形で、まあ、ホームでアウトするんですけど、これね、正直めちゃくちゃうまいですね。はい。正直言うとめちゃくちゃうまいですね。めちゃくちゃ高度なプレーなんですよ。うん。だから、もし、まあ、今日負けましたけども、この、試合ね、今日の試合勝ててたとしたら、このプレーがめちゃくちゃ大きかったと思うんですよ。うん。だけど、まあ、負けてしまったんで、まあ、まあ、あれなんですけど、このプレーっていうのは、門脇選手は本当に価値のあるプレーだったと思うし、捕球に関しても、送球に関しても、本当に完璧だったなと思います。素晴らしいプレーでした。ぜひ見てください。まだなんかハイライトとかあると思うんで。はい。はい、次5回表いきます。5回表も、まあ、点取られると。で、僕、この4回の時点で、4回が終わった時点で、これもう交代やと思ったんですね。で、今日赤星投手昇格してきてるでしょ。だから、まあ、ロングで多分用意してるんだろうなと思ってたんで、もうこの時点で、まあ、赤星投手が出てくるだろうと思ってたんですね。なんですけど、これ5回表にまだ続投すると。僕がもし監督だったら、間違いなく、交代させてます。はい。別にそれは、その、安倍監督ね、まあ、プロ初先発だから、ちょっとこう、なんていう、まあ、勝たしてあげたかったりとか、まあ、いろいろあるじゃないですか。で、自分の、大学の後輩やったりとか、まあ、もしかしたらそういうのもあったかもしれないですけども、まあ、そこはね、でも、まあ、そこは関係ないからね、正直。うん。しっかり、チームが勝つ方が大事なんで、今のこの時期なんかね。うん。だから、僕がもし監督だったら、もう間違いなくこの4回で変えてましたね。5回から、赤星投手、頭から行っててましたね。はい。で、先頭これ岡林選手、これセンター前ヒットでしょ？これ5回表も。で、ノーアウト1塁で川越選手、これ2塁打つんですよ。これで4回表と全く同じパターンなんですね。で、ノーアウト2、3塁またなりますと。で、細川選手、サードゴロ。これ岡本選手よく取りました。これ強烈なだけだったんですけど、よく取りました。で、ワンアウト2、3塁から石川選手のレフトフライで1点、犠牲フライですね。これもう1個ね、球高かったらね、多分ね、犠牲フライになってないですね。うん。ちょっと低いボールだったんで、バットがね、こう出やすかって、フライ打ちやすくなるんですよね。だから1個高めのボールとかになると、空振りであったりとか、まあ内野フライ打ち上げる可能性が高いんで、うん、まあそこはね、まあ仕方ないところは仕方ないなんだけど、まあ、そういったところもあるというところですね。で、これ、7回表行きましょうか。これ、まあ、ここで完璧勝負決まったってところなんですけど、まあ、この6回から赤星投手投げてますと。で、この7回先頭で、ね、また岡林選手ヒット打つと。うん。で、ノーアウト10位で川越選手の時に、まあ、3球目ね、まあ、表記では、まあ、フォークって書いてるんですけど、多分カットボールだと思うんですね。カットボールがワンバンになって、まあ、岸田選手がパスボールか、まあ、ワイルドピッチになるんですよね。
で、まあいろいろまあ難しいんですけど、例えばフォークボールとかだったら多分ワンバン来る、来そうだなっていう風な構えは結構できるんですけど、カットボールとか、ストレートとか、なんだろう、ツーシームとかシュートみたいなボールって球の速度も速いし、あんまりワンバン来る可能性って少ないんですよ。だから多分、これね、表記ではフォークって出てたんですけど、僕手のこの角度見たら多分カットボールだと思うんですね。だから球の速度も速いし、今ちょっと岸田選手が手で行っちゃったんですよ。手でこう、体でこう止めに行かずに、こう手でこうハンドリングで行って、まあ、後ろ探すんですけど、まあ、これはちょっと止めて欲しかったなってところありますと。うん。で、これランナー二塁行って、まあサードゴロ。このサードゴロはでかかったですね。ランナー進められなかったっていうのは、うん、川越選手、ちょっとあれでしたね。で、ワンアウト二塁で、これ細川選手時も、これ3球目シュートだと思うんですよ。シュートを、まあワイルドピッチ。まあ言うたら2連続で、まあランナー進めてしまうんですけど、まあこれはちょっとかわいそうなところはあったかなって。1個目の川越選手の時のカットボールの、まあ後ろ反らしたやつは、ちょっとね、まあめちゃくちゃ難しいんですけど、140キロが出てるから難しいんですけど、これはなんとか止めてほしかったなんてあるんですけど、この細川選手のこの時のこのシュート、147キロのシュートのワンバンはちょっとかわいそうやなっていう感じはあるし、うん、まあまあどっちもそれは止めれたらスーパーなんだけど、このね2個目の方はちょっとかわいそうやったなって感じはしました。はい。でこれ結局ね、ワンアウト3塁になって、で細川選手もね、まあね、ワイルドピッチでランナー三塁まで行ってるんで、気楽に立てるんでね。まあ、詰まったんですけど、まあ、これ結局、ライト前ヒットというところで、まあ、もうここでダメ押しというかね、うん、もう、勝負は決まってるかなっていう感じはしましたけども、その後ね、ツーアウト二塁から宇佐美選手に、まあ、カーブをね、ホームラン打たれて、まあ、もう完璧に勝負決まったなっていう感じですよね。まあ、これもフォークボールでボールになって、まあ、先ほどからフォークでやったりとか、カットボールでやったりとか、シュートがあんまりこうね、制球が良くないっていうところで、まあだからカーブ行ったと思うんですよ。カーブが一番取れるかなっていうところで行ったと思うんですけど、まあ宇佐美選手のね、バッチシタイミングがあって、スタンド中段ぐらいまで持っていかれたんで、まあ完璧に打たれたなっていうところありますと。まあこれも宇佐美選手もやっぱキャッチャーなんで、まあなかなかこう制球が定まってないなというところで、じゃあカーブ来るかもしれんなっていうところで張ってたかもしれないですね。で7回裏ね、先頭の浅野選手がヒットを打つと、まあ、これも素晴らしいと思うんですけど、まあ、やっぱり、点ね、この時点で、何対や、7対2なんですよ。7対2って、まあ、5点差あるんで、まあ、ランナー貯めていきたいとかっていうところね、普通、まあ、野球ある程度やってきた人だったら分かるんですけど、ここでね、浅野選手初球を打って、まあ、レフト前ヒットを打つんですけど、これ結構すごくて、大体、ランナー貯めていきたかったら初球見逃したりとか、あんまりこうスイングをかけられないんですけど、そこをまあ、なんて言うんだろう、思い切りの良さなのか、それか野球をあんまり知ってないのか、それはどうかわからないけど、そこをしっかりスイングかけてってね、ヒットを打ってるっていうのが素晴らしいと思うんですよね。うん、結局まあヒット打てばいいんで、結局はい、でまあすごくいいと思います、これはね。でノーアウト一塁で、まあ、岸田選手がこれ次のバッターね、ショートゴロゲッツーというところで、まあ流れ止めてしまうというところで、まあ結局まあこの7対2の時点でね、もう勝負はもう決まってるというかね、ほぼ決まってるんで、まああれなんですけど、まあちょっと残念だったところはね、あれもバッテリーミスもそうですし、まあ1個目は止めれたかなっていう感じはありますけどね。うん。で、まあ、浅野選手が結構ハッスルしてましたし、まあ、やっぱり僕はやっぱ岡林選手ですかね。まあ、今日4安打してたっていうふうなことを言いましたけども、やはり1打席目のあのヒットが、多分西田投手の心をへし折ったというか、おい、これ打たれんのかよみたいなところはね、ちょっとあったのかなと思うんで、うん、まあ、ちょっとね、プロ初先発で、まあ、ちょっと厳しい、試練になったかもしれないですけども、まあジャイアンツの場合はそんなこと言ってる場合じゃないので、うん、まあここ明日もね、明後日もありますけども、まあ、全部勝つぐらいでいかないと勝てないと思うし、優勝できないと思うし、まあ実際僕厳しいと、優勝厳しいというふうなことを言いましたけども、またね、後日ね、動画でね、まあジャイアンツが優勝するためにはとかね、なんで僕が優勝できないというふうに思うかみたいな動画も出していきたいと思うんで、ぜひね、そちらの動画も見ていただければなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。